まあかなり正直巧妙は見えてると言わざるを得ない。うん。あの、言えるじゃないです。言わざるを得ない。俺だって本当は言いたくない。でもあります。巧妙はもう正直見えてる。と言わざるを得ないんだよな。こっちです。わあはあうん、こうです。これが巧妙。復帰都市の癖。そして相手の癖を見極めることによって、ちょっと喋ってます。そこ喋ってます。うえもう知らんわ、それはもう。巧妙見えてるって言ってんのに。一発で撃墜されたら、それは無理ですわ。あはん、あはん、あはん、わあはん何それだから。それマジで何意味がわかんねえって。マジで何なの？ちょっと本当にもう動揺が隠しきれないという、このこと。マジでこのこと。一回マジで授業したい、小学校で。動揺が隠しきれないというのはこういうことを指しますって。一回授業したい。うわ、教員めっちゃ来る！うん、一旦ここ。落ち着いて。とりあえず1ストック並ぼうか。あの、並ぶの耐えやすいっす、正直。うん。申し訳ないっす。並ぶこと耐えやすいし。うん。あ、向こうです。ガード割れるよ。割って割って、割って心。一旦ガード割ります。あー、もう全部がファンタスティック。もう。うん、落ち着け。ここから。正直ジョーカーってアルセーヌ来てから。って一番言われてる。正直今日の俺、めっちゃ冴え渡りのすけ。なんでかって俺のサイドエフェクトがそう言ってんだよ。これはなんか今日の俺は一味し、んごめん、俺あの、夢見てったわ、多分。ごめん。うん、なんかおかしなこと言ってなかった、俺。うん、結構さ、夢の中の俺ってバチバチやん、結構。なんか自分のことを、まあ、正しく認識できてない状態やん。で、結構バチバチやから、なんか変なこと言ってなかったかなと思って。それだけ心配。うん、それだけね。ほんと。あの、さ。うん、わかるかな画面。だから、死んだライオンさんにはね、バチバチに伝わってんだよね。今何が起きたか。なんだって。どの復帰ルート。多分ね、上位勢の人だから、すごい復帰ルートを頭の中で描いてんのよ。で、そこで、見えたんだよね。俺の気迫で。どこからでも、帰れないってなっての、今。ミスじゃない。これ、死んだライオンさんの名誉のためにとく。ミスじゃないっす、全然。マジで俺の圧マジで圧だったと思うよ。えって。あの、無数にシミュレーションされる復帰ルートの中から、一つも、ないってなったと思う。でも、無数に見えた。自分が負ける感覚。あの、自分が復帰阻止で潰される感覚、無数に見えたと思います。うん。一旦、この話、ここでやめます。なんとか復帰事項を、ここで。もう、64%、アドすぎ。うおぉ、ドドドドドドうわあるあるある、父ちゃん、母ちゃん。ある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 。マジである、大事に行く、大事に行く。ここ、潜在一軍すぎる、後期。うわあなんつう反応速度。うん、ジーン。あ、ちょっと待って、もっと雑に DF るわ。この1ストックの命、生かす。ここはね、あの、俺の勝ちのために犠牲になってもらおう、この1ストックには。ジャック、ジャック、ジャックなんか、ジョーカーの弱ってさ、すごい攻撃してる感あるんだよな、一番。横強とか攻撃してる感ないじゃん。でも、ジョーカーの弱はね、めっちゃ攻撃してる感あるから結構好きなんです。これね、お得情報。ヒヘちゃんのお得情報知りたい方に向けての、あの、談話、今の、正直。いけるいけるいけるうわーシステムに愛されない男ね。例の。うわ、3回は掴ませていただいて、ここであの、すいません、あの、急いでパンツ変えてきました。すいません。すいません。ちょ、申し訳ないです。それだけ申し訳ないです。ちょっと、急いでパンツ変えてきた節ある。正直ね。もう、びっくりしちゃったんだから、俺だって。俺だって一番びっくりしちゃってんだから。で、パンツがね。申し訳ない。ちょっとお母さんの洗濯の手間かけさせていただくということで、一旦ここから試合に集中していきたいと思いまーす。あの、さっきまでの俺と、一足ちげえ、言えるってこういうことか。なんかさ、結構漫画とかの強キャラで、結構あの、すげえ最初生きってんよ。最初めっちゃ生きてて、すげえバチバチにかましてくるやついるじゃん。でも、そこになんかこう、敵キャラの攻撃で、ピキーンつって、あって、完全に冷えちまったぞ。あいつは冷えた後の方が怖えんだぞってタイプいるじゃん。結構俺ってあの、そっちなんよ。うん。なんか、知らない人いたら申し訳ないけど、結構そっちなんよ。うん、申し訳ない。結構そっちだから、今完全に冷えたぞ。ここで横綱一旦落ちのすけもうね、上位勢の人あるあるなんだけどね、ちょっとこっちがいいプレイするやん。目の色変えんのよね。あって。お前さって。
こっちが楽に倒してやろう思ってたら、そういうことするんやって。こっちすぐ目の色変えんのよ。これマジ上位勢の人あるあるだからね、もう。夢を見させる暇だけくれ。夢だけ見させてくれたらもう何も言わないから、夢の見させる暇だけくれ、ほんとに。おらららららら。一旦ね。うん。まあ、今日の俺のいいところを一つ挙げるとすれば、強気な復帰阻止。かなりいいと思います。まあ、ビビってないね。で、つかん、出た出た出た。うん、食うしたトラウマやねん。て、じじん、ぼっちゃん。ふぅ。波タイプの人だったら今ガード解いてたで。ああ。ガード割れるかもって。解かねえんだわ。ああ。理由はちょっと理由はお答えいたしかねます。正直ね。はい、ここだ。着着着。もう。なんであそこで弱選択でき、こっちを選べるからね、俺。うん。選べるだけだけど。だけ顔を選べただけ。いた。弱、弱、弱、弱からのガンの復帰阻止がうん、ファンタスティック。ああ、もうもっと飛んでも、ファンタスティック。もう、嫌なの、ジョーカーの横綱。もっと飛んでちょう。ふっ、上妻うわ熾烈すぎだろ、読み合いが。待って、絶対上妻で決めます。ニンテンドへの抗議も込めて、ウエスマなんだよね。待て一旦、ウエスマ忘れて。一旦ウエスマ忘れて。とりあえずこの速取ることだけ。シュチョン、いや、もうマジで当たんねえやん。もう、うん。え、今絶対当たった、絶対当たった。うわぁ。唯一の頼みの綱いなくなるっていうね。よ、ご今日でも死ぬから。マジマジマジ。もう長い。いやー、こういやー、もうそれ当たんなかった話しちゃうわ。お、くご。いけ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 シュッ待て、やめて、なんか変なことしないで。こうです。一旦ね、落ち着いてこう。まだあっから、109%。ガノンなら。ないかも。ないの、可能性に。横火警戒？いや、横火警戒っつってんじゃん！ガンね。これおもむろニュース刺さっから。いやー、見てるね。ガード方向がさ、こっから横強繋いで。繋いで繋いで。繋いで繋いで。横強効く。ガノンには。行くってなる。マジで。ガノン視点ね。うわー、こっちバレてる。危なかった。ガノン視点横強マジ、行くくんってなってると思うから、ここで横つます。まさかのメテオでしょ！もう、もう、なんで？まず、コンボ火力を稼いで、相手にターンを渡せません。そういうことです。一旦見せます、タイガノン。ジョーカーのタイガノンってこうなんだよーって。で、こっから上投げで、これ高いんだよーって。グレイツ！いた、グレイツ！グレイツコンボ。あ！こうです。こうです。こうです。マジで崖はこうです。こうです。一旦ね、読み合いには付き合わない。で、一回3回、5回殴りましょう。これ相手をイラつかせます。5回殴ること。こいつ5回殴りよ、立てって。させましょう。これね、対ガノン講座。5回殴りよ、立てって。いうふうに言わせましょう。うえ一旦。いいね。あー、無茶しない。無茶せん。マジで無茶しないよ。リードしてるときは落ち着いて。おー、いいよ。うわー、これは無茶で、ここで一回スマッシュ話します。一回ね、一回パナスケにやります。もう一回ぐらいあるかなーっていうことで、一回パナします。うわ、ガードが、これは怖すぎる！もう短っす！おスマッシュパナすのやめて、マジとりあえず。パナすな、スマッシュ。ガチの上スマです。いってよーお願いだから。もう、スマッシュ当たってくんないと次の展開に進めないんですけど、この講座。わかったわかった。風魔一段やればいいんでしょ？わかったって、もうやだ。狙ったらこうなるからやめてたのにみんなのせいだよ。わかってたのにやるのみんなのせいだよ。じゃあ、下すま。いやー、みんなのせいだよ、ほんとにこれ。ウィー、行こうです。ここはなんで積むでしょう。ドホーうひょーなんで浮き阻止に行ってるだけなのに、こっちなんでだからこうやってなるんだ、でも。はい、騎兵、OK? ストリーミング？おう、あー、ヘロー、ジャパン、MK ライブ。ダモン。今日も MK レオ。ね、毎回大変なんだよ、本当に、下ろすの。すごい大変なんだから。毎回 MK レオの機嫌を伺って、レイロック昇進して読んでるからね。
マジそこだけちょっと考えていただければ。こっちの負担もあるから。悪いけど。なんかな、誰かの負担で成り立ってるから、社会って。そこ想像できる人間になりたいね。もう絶対今俺外入れたもん。もう喋ってたからだわ。みんなのせいだね、普通に。ちょっとね、2戦続いてるみんなのせいって感じが。マジでちょっとみんなのせいかも。うぅ。うん、ご。もう二の鉄踏みません。三の鉄踏んだ。もう、だってさ、じゃあ、ダノンに復帰阻止いけなかったらどうすんですかって話。本当に。うらし。もうさ、本当にどうすんのじゃあ。だって、行ったらね、行ってんだよ、俺だって。じゃあ、ずっと返してろってんですかじゃあ。このほら。逆宅が来る、ずっと返してろってんですかもう、あっちゃっちゃ。じゃあ、ガン、ガン。安全圏のガン。もう、ガンすら安全じゃない可能性出てきてるもん、これ。うぅぅぅぅぅなんでいやだ完全に格付けされてる。いや、これです。これです。マジこれだから。もう、ああ、ちょっと生きる時間だけでもください。ここでクーエヌからの出来きる。もう、なんであれに、わけがわかりまーす。あんまこいつは出したくなかったんだけど。死んだライオンさん。終わったぞ。はい、メインキャラ解禁します。もう今までサブキャラだった。うん。申し訳ないけどね。と、お願いしてるし手前、もうこういうのも申し訳ないかなと思って、もうサブキャラだったんだけど、うん、もうちょっと、うん、切れるってこういうことかってね。身をもって実感しちゃったんだけど、メインキャラ行きまーす。ふっ。うん。いやー、読み合いはね、おっと？あ、わたたたたたた。今だ、死んだライオンさんが動揺してるうちに、なんとか一足をもぎ取るんじゃん。いやーん。ん？まさかすぎでしょ。あ、違う、空母振るな。ジョーカーじゃない。いけまだある、まだある。まだ捨てるな。うますぎるタイミング。ここで？俺のじゃんけんなんでこんな弱いの？まだまだまだ、29%。一回スマッシュ当てれば、イーブン。イーブンかつナイーブに行く。うん、意味は聞くな。一体意味聞くな。ああうん、ああ、あ、ちょっと、失礼。エッチな声が。ごめんなさい。わーっとすぐ、失礼。申し訳ない。申し訳ない。びっくら小木之助で。うん。うん、そっちは行かないんだな。こうです。うわー、これダメなんだって。頼む、頼む、見逃して。男なーらー。